から京王線の急行に乗って20分、4つ目の駅が千歳烏山。南口に出て10分ほど歩けば村の鎮守様の烏山神社、その正面の鳥居をくぐってみれば、烏山神社の鳥居をくぐった参道の両脇に4本の椎の木が高くそびえ立っている。それは今から90年ほど前に植えられた12本の椎の木の今も残っている4本だ。烏山神社の参道に椎の木が植えられる前のこと、1923年大正12年9月2日の夜の8時ごろ、烏山である出来事が起こった。神社の近くの甲州街道、烏山中宿と下宿の真ん中あたり、烏山川に架かる大橋場と呼ばれる石橋の上でその出来事は起こった。それは関東大震災のああ来る日のこと。